ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは。西より東です。この度2月11日大阪福島にあります ABC ホールで西より東トークライブツアー2019を開催いたします。大阪では3年目となるトークライブなんですが、西より東、一体何者なんだろうかと、ご覧の皆さん思いだと思いますが、24年間ですね、演歌、専門の歌謡ショーの司会者をやっております。現在は氷川きよしさん、水森かおりさんの専属司会で全国ツアー回っているわけですが、その一つ枝葉でございまして、トークライブ、日常あった面白いエピソード、皆さんもそうだと思うんですが、日常腹の立つこととかね、イライラすることあると思いますが、そんなことをですね、全部笑いに変えてしまおうというのが、私のトークライブでございます。どこか皆さんもですね、あるある、わかるわかる、それというところもあると思います。もう本当に気楽に、見ていただける楽しいトークライブです。で、後半はですね、西より語りと申しまして、私の名前がついておりますが、今まで生きてきた人生の中で出会った、人々にスポットを当てまして、人情話です。今回はですね、東京新宿で私が大変お世話になっておりました、居酒屋のご夫婦の話、一輪の愛は永遠にという話をさせていただきます。奥さんに先立たれましたご主人が葛藤しながら生きていく、そんな姿を描いた、人生ドラマでございまして、その中に、山川豊さん、田川俊美さん、水森かおりさん、氷川きよしさんの名曲も出てまいります。名曲と物語のコラボレーションもぜひ楽しんでいただきたいと思います。笑っていただいて、そして最後は大いに感動の涙を流していただこうというのが、この私西より東のトークライブでございます。多くの皆さんにご覧いただきますようお待ち申し上げております。2月11日大阪福島の ABC ホール、一部が12時30分から、そして二部が17時からと、特におすすめなのが17時からいいお席がまだまだたくさんございます。ぜひご覧いただければと思います。西より東トークライブツアーのお知らせでした。西より東でした。ありがとうございました。